レオポルト・フォン・ランケ資料批判に基づく実証的な近代歴史学の父。ランケはメッテルニ被害校の研究から東方問題にも関心を持ち、ヨーロッパ列強を中心に近代世界史を構成した。このランケ的な視点からオスマン帝国の解体過程を東方問題として捉える場合、列強の帝国分割政策や勢力均衡の観点から論じられる傾向にある。 東方問題とは、オスマン帝国及びその支配地域をめぐるヨーロッパ諸国の外交問題。抗議には、オスマン帝国成立以来のキリスト教ヨーロッパ世界への圧迫に関わるヨーロッパ諸国間の外交問題。協議においては18世紀以降のオスマン帝国の解体過程に伴って生じ、19世紀に顕著となったオスマン帝国領内での紛争に関連する。 ヨーロッパ諸国間の国際問題を意味し、今日一般的にはこの用法で使われる。サンクトペテルブルクから資本を注入され債務国となったロシア帝国は、オスマン債務管理局の利権に食い込めず、南下政策を完封された。ロシアを変えた新政同盟は、第一次世界大戦で粉砕され、東方問題は一応の決着を見た。大ブルガリア国。 東方問題の典型的な事例、ブルガリアはサンステファノ条約によってロシアの影響下にオスマン帝国から独立したが列強の勢力均衡外交のもとにベルリン会議では分割され結局はオスマン帝国の徴工国として反独立国に留められたこの決着では民族問題が未解決に残り後に二度にわたるバルカン戦争や第一次 世界大戦の要因の一つとなった。東方問題は、ヨーロッパから見て東方に位置するオスマン帝国を中心とした地域におけるヨーロッパの一連の外交問題を総称した、主にヨーロッパ側の故障である。抗議には、14世紀末以降オスマン帝国のバルカン半島進出によって形成された外交問題で、対オスマン十字軍やオスマン帝国を利用した、 ブルボン家の対ハプスブルク家外交などを含み、20世紀前半のトルコ共和国成立に至るまでのヨーロッパ対オスマン帝国間の外交問題。競技の、そして今日一般に使われる意味での東方問題は、上記のうち、特に後半期の18世紀後半から19世紀後半にかけた外交問題を指し、オスマン帝国解体期に、 ヨーロッパ諸国間の勢力均衡を帝国領の分配によって調整しようとしたものである。以下今日一般的に使われる東方問題として協議について説明する。バルカン半島のオスマン帝国領は1699年のカルロビッツ条約以降縮小、解体に向かい、それに伴ってこの地域へのオーストリアとロシアの進出が始まり、また1821年以降のギリシャの 独立運動などに代表されるように、バルカン諸民族が独立に向けて活発化するようになる。オスマン帝国地下のバルカン半島の民族分布は複雑に錯綜しており、これらの民族が国民国家を形成しようとする場合、その領域の決定には民族問題が不可避に関わる状況であった。このような状況に際し、ヨーロッパ列強はバルカン半島の紛争に介入して、 一国がオスマン帝国との外交関係において独り勝ちする構造を排除することで各国の利害を調整しパワーバランスの維持に努めた。またオスマン帝国側もヨーロッパの国際関係を利用して自国の領土と利益を守るために主体的に外交紛争に関わった。これら東方の状況は同時にヨーロッパ諸国自体の政策に影響する側面も持ち特に クリミア戦争は各国の政治、経済状況に顕著な影響を及ぼした。この一連の問題は主としてヨーロッパ諸国にとっては外交問題、バルカン諸民族にとっては民族問題、オスマン帝国にとっては領土問題の側面を持つ。これを東方問題と総称する場合、あくまでヨーロッパ列強から見た外交問題の側面が強調される。 列強間の東方に関する外交問題は、ベルリン会議で一応の決着を見た。それ以降、列強の利害は、東方地域だけでなく、エジプト以南のアフリカ、極東を含めて全世界規模で調整されるようになったので、列強にとって東方問題の重要性は現実。しかし、これはあくまで列強間の外交上のことであり、バルカンの民族問題は全く解決されていなかった。 後にそのことは二度のバルカン戦争によって明らかになり、この民族問題は第一次世界大戦を引き起こす要因の一つとなった。最近のコソボ紛争に至るまでこの民族問題は未だ解決されておらず、今日まで持ち越されている問題である。このため、東方問題の決着は味方によって一様ではなく、ベルリン会議とみなす場合が多いが、後に続く紛争も、 東方問題に含めて論ずる場合もある。これらの問題を東方問題と総称する場合、ヨーロッパ側の視点に立ち、一連の問題をオスマン帝国がヨーロッパ諸国の外交秩序に組み入れられていく過程として捉えて説明する傾向が強い。このことにより、東方問題は列強の帝国主義政策、傍聴政策と関連付けられる傾向にあり、 主としてなどを軸として語られることが多い。東方問題で扱われる問題の一部は、オスマン帝国における近代化へ向けた自己改革運動の側面を持つものもあるが、東方問題と総称する場合には、自己改革的な側面は無視あるいは停止される傾向が見られ、それらの改革運動も、最終的には列強との力関係や外交状況に影響された、 ものと捉えられる傾向にある。18世紀初頭までのヨーロッパ内での勢力均衡は、ブルボン家とハプスブルク家の間の大きな利害対立をイタリアで調整することによって成り立っていた。中世以来分裂傾向にあったイタリア半島をヨーロッパの辺境と位置づけ、イタリア半島すべてを直接支配する勢力を排除することにより、この辺境で、 局地的な勢力均衡を実現して、利害を調整し、全ヨーロッパ的な勢力均衡を保っていた。ところが、東方問題の期間には、1789年のフランス革命とその後のナポレオン戦争の進展により、国民主義の風潮が全ヨーロッパに波及し、国民国家を求める意向を無視して、イタリアを分裂状態に留めておくことは困難になってきた。 ハプスブルクやオーストリアの従来の政策はバルカン、東欧方面への拡大と中央、南欧方面への拡大との2方面の選択肢があった。しかしイタリアでは国民主義の運動がオーストリアの影響力の排除を望む形となって現れドイツ方面への進出にはプロイセンという有力な対抗勢力が存在した。結局はドイツ帝国成立によりオーストリアは ドイツの統合から外され、最終的にアウズグライヒ体制を形成するといったように、この時期を通じて、東欧の大国を目指す路線が、徐々に明確となった。ピョートル一世大帝。彼の知性にロシアは近代化を進めて、急速に台頭し、スウェーデン、ポーランドに代わり北欧、東欧の大国として列強に加わった一方で、17世紀後半から、 ピョートル一世のもとで近代化政策を推し進めたロシアは大北方戦争での勝利者となり積極的に国会への南化を図り同時にドナウ川沿岸にも影響を及ぼそうとしていたこのことが東方問題の時期には同地域に影響を拡大しようとしていたオーストリアとの利害対立を生じさせたまたこの期間イギリスは自国と植民地インドを媒介する 地中海経路を確保しようとしており、伝統的に地中海に大きな影響力を保持しているフランスはイギリスと対立する傾向にあった。このようなヨーロッパの状況を背景にオスマン帝国の支配領域をめぐって東方問題という外交問題が発生した。東方問題が顕在化するのはロシアが国会沿岸のアゾフをめぐって オスマン帝国と交戦した1736年度と戦争である。この戦争ではヨーロッパの勢力均衡が著しく損なわれるのを防ぐために紛争の当事者以外が東方をめぐる紛争に介入するという東方問題の基本的な構造が現れた。以後、東方をめぐる数々の紛争の解決にあたってオスマン帝国とヨーロッパ列強との外交によって ヨーロッパの勢力均衡を実現するという構造が見られるようになり、東方問題はヨーロッパ近代外交の主要な一角を形成した。ギリシャ独立戦争では各国政府が当初介入に消極的であったのにもかかわらず、世論の後押しによって主要な政治問題に発展した。東方問題が最も活発化した時期と考えられるのがクリミア戦争で東方において、 英仏とロシアは全面的に軍事衝突し、これが戦後のヨーロッパの政治状況にまで大きな影響を及ぼすこととなった。1878年のベルリン会議によって列強間の利害問題としての東方問題に一応の決着がつけられ、1880年代のヨーロッパはビスマルク体制の下で一応の安定がもたらされたかに思われた。 しかし実際にはバルカン諸民族はこのベルリン会議の決着に納得しておらず、バルカン半島は紛争の火種を抱えてヨーロッパの火薬庫であり続けた。1683年、膨張の極みに達したオスマン帝国の最大半と最近の研究ではこの時代のバルカン半島をパクスオトマニカの元統合と共存、平和を享受していたと見る傾向にある東方問題以前、 バルカン半島はオスマン帝国の統治によりパクスオトマニカの安定のもとにあったとされる。オスマン帝国によるバルカン制圧当初はイスラームの支配を嫌う住民が流出し人口減少に襲われたが16世紀になるとその統治は安定化した。東欧に領土を拡大するオスマン帝国に対しオーストリアをはじめヨーロッパ諸国は脅威を感じていた。17世紀に入ると 徐々に、オスマン帝国の国力は弱まり、東方問題の素地が形成された。大規模なヨーロッパ進撃を図った1683年の第二次ウィーン包囲の失敗を境に、バルカン半島におけるオスマン帝国領は縮小、解体の方向に転じた。オスマン帝国は1699年のカルロビッツ条約でハンガリーを失い、東欧での拡大が阻止された。 これ以降ヨーロッパに対するオスマン帝国の脅威は薄れ、東欧では再びヨーロッパ諸国が支配的となった。18世紀初頭にはオーストリアはオスマン帝国との戦争で連勝を続け、1718年のパサロビッツ条約ではオスマン帝国からウェオグラードを一時的に奪取した。同時期、ロシアは1700年にオスマン帝国から 国会沿岸のアゾフを獲得し国会支配の足掛かりを得たかに思われたが、1711年のプルート戦役では敗北して、プルト条約でアゾフを返還した。ロシアの圧迫は一時的に緩和され、オスマン帝国はしばらくの間安定した時期を迎えた。従来オスマン帝国はヨーロッパ諸国に特権としてのカピチュレーションを与える。 恩恵的な性格の強い外交政策をとっていたが、この時期には西欧文化、技術を吸収する西欧融和政策に転換した。1719年ウィーンに、1720年にはパリに外交施設を派遣するなど自ら積極的な外交を展開する姿勢を示した。1736年にロシアが再びアゾフを求めて、 オスマン帝国と争うオーストリア・ロシア・トルコ戦争に参戦した。この戦争の結果は1739年のベオグラード条約で、これにより、ロシアのアゾフ領有が確定し、ロシアの国会進出を招いたものの、オスマン帝国はオーストリアからベオグラードを奪還した。しかしこの戦争では、その結果よりも、推移状況において、東方問題に特徴的な傾向が現れた。 ロシアの同盟国オーストリアは、開戦の1年後に、ロシアを支援する形で参戦したが、ロシアの影響力の拡大を恐れたために、急戦交渉においては、ロシアの敵国フランスの懸念を利用して、ロシアの主張を抑え込もうとした。ここでは、東方をめぐる紛争に、紛争の当事者以外の第三国を介入させることで、勢力均衡を維持しようとする。 東方問題の基本構造を見ることができる。ダーダネルス海峡国会と地中海の接点であり、ロシアは南下政策をヨーロッパ側で成功させるにはどうしてもここを確保する必要があった1768年のロト戦争によって東方問題はヨーロッパ政治において重要性を帯びることとなった。戦後、百七十四年に旧中海なる自条約が結ばれ、 ロシアはオスマン帝国から国会沿岸を譲り受けた。さらにこの条約でロシアがオスマン帝国支配下の政教徒の保護権を認められたことから以後ロシアは主にこれを口実としてオスマン帝国への干渉を強めるようになった。1787年にロシアとオスマン帝国の間で再び先端が開かれると同盟に基づいて オーストリアのヨーゼフ二世も参戦した。この際両国の間でオスマン帝国領を分割する約束がされた。これはイギリスフランスプロイセンなどに警戒を抱かせたが、七百九十一年にオーストリアは戦争から手を引かざるを得なくなり、結果的に七百九十二年のヤシ条約ではロシアが国会支配を大きく進めることとなった。十九世紀前半には、 オスマン帝国をめぐる東方問題に関する列強の位置は明確になった。ロシアは最も直接的な影響力を持った。ロシアはボスポラスダーダネルス領海峡及びコンスタンティノープルの港を確保して国会を支配していた。さらにロシアは地中海進出の足がかりを得ることに関心があり。 オスマン帝国海域での商戦や軍艦の航行権を列強に先んじて確保し優位に立つことを望んでいた。また相対的に重要性は落ちるものの、オスマン帝国内の正教徒をロシアの管理下に置きたいと望んでいた。このようなロシアの立場に対してオーストリアが最も直接的に対立した。オーストリアにとって弱体化したオスマン帝国に比べると、 ドナウ川沿いに進出しようとするロシアの脅威の方が、はるかに重大であった。さらに、バルカン諸民族が活発になることは、オーストリア自身の抱える民族問題に飛び火し、自国内で民族の独立運動が激化につながると危惧されたため、オスマン帝国の保全を考えるようになった。イギリスは、インドへの交通路を確保するために、ロシアがボスポラス海峡を支配して、 東地中海に進出するのを警戒し、さらに、オスマン帝国の崩壊によって、ヨーロッパの勢力均衡が崩れる懸念を持っていたために、オーストリアに近い立場にあった。メッテルニヒオーストリアの最相、ウィーン体制前後のヨーロッパ外交を主導した。彼は、ロシアとフランスの同盟が、オスマン帝国の崩壊を招くことを警戒した19世紀の初頭になると、フランスで、 ナポレオンが台頭し、ヨーロッパはこれに注意を向けるようになった。ナポレオンは、ヨーロッパにおける派遣を確立するため1807年に、ティルジット条約を結んで、ロシアと同盟関係を形成し、東方に影響する、次の約束を結んだ。この同盟は、オスマン皇帝に脅威となったのは、もちろん、イギリス・オーストリアプロイセンにも、脅威と取られたが、これらの国々は、 実質上この問題に介入する力を持っていなかった。オーストリアは仮にフランスとロシアがオスマン帝国と改戦した場合、明らかにオスマン帝国を崩壊させると考えて外交により両国のオスマン帝国への攻撃を回避することを望んでいた。さらにオーストリアの最小メッテルに比はもし攻撃を防ぐのに失敗するようならば、 南東ヨーロッパすべてをロシアが支配する事態だけは避けて両国の主導するオスマン帝国の分割を支持しようと考えていた。しかし結果的には1812年に始まったナポレオンのロシア遠征によってフランスとロシアのティルジットでの同盟は瓦解し両国によるオスマン帝国攻撃は実現しなかった。1815年には列強の反撃によって ナポレオンのヨーロッパ支配は終わり、列強はウィーン会議を開いて戦後の外交秩序を形成した。この時には東方問題はロシアの国内問題であるという解釈が支配的でオスマン帝国領に関する問題は話し合われず、この会議の結果形成された新生同盟からもオスマン皇帝は除外された。バイロンロマン主義を代表する詩人。 オスマン帝国支配下のギリシャに同情的でギリシャ独立戦争に義勇兵として加わった1821年にギリシャがオスマン帝国からの独立を宣言してギリシャ独立戦争が勃発すると東方問題は再びヨーロッパの主要な問題となったそもそも東方問題という用語はこの時に作られたものである1815年以来たびたび ロシアがオスマン帝国領内に侵入しようとしていると噂されていたためギリシャの独立問題はロシアが格索した陰謀であるあるいはこの木に乗じてロシアがオスマン帝国への侵略を開始するという危惧が各国間に広がったギリシャ独立戦争の開戦当時ヨーロッパはウィーン体制によって安定した協調状態にあったそこで オーストリアの外務大臣メッテルニヒとイギリスの外務大臣カッスルレー教ロバート・スチュアートはロシア皇帝アレクサンドル一世に対して皇帝自身が主導する委員体制の勢力均衡を崩さないためギリシャ独立戦争には参戦しないよう訴えたアレクサンドル一世はこのような状況で挙手を決めかね結局ロシアはギリシャをめぐる東方問題に 積極的には介入しなかった。しかし、1825年にアレクサンドルが崩御し、ニコライ一世が当局すると、ヨーロッパ諸国への配慮をやめて、ギリシャ独立戦争に介入することを決定した。ロシアが介入する態度を見せると、ギリシャがロシアの従属国とならないように、イギリスもすぐにこの問題に介入した。さらに、西ヨーロッパ文明の源であるギリシャの独立に、 対し、当時西ヨーロッパを風靡していたロマン主義が有利に働き、フランスもギリシャを支援して介入した。オーストリアだけはロシアに対する警戒からギリシャへの支援を控えていた。このような列強の介入に憤慨したオスマン皇帝マフムト2世は1828年ロシアに宣戦布告した。オーストリアは事態の進展に驚き、 列強国間で反ロシアの同盟を形成しようと、したが各国の思惑が違い成功しなかった。1829年までにロシア軍はオスマン帝国との戦争を優勢に進めたものの、戦況は長期化の予想を呈した。ロシアはオスマン帝国の解体を意図してオーストリアの参戦を求めたが、ロシアの南下政策を恐れるイギリスの懸念を招き、実現しなかった。 この時になって、フランスのシャルル・10世が列強によるオスマン帝国分割を提案したが、すでに時期を逸していたので、この提案が何らかの成果につながることはなかった。ロシアはオスマン帝国の解体は実現できなかったが、1829年にオスマン帝国との間でアドリアノープル条約を締結し、オスマン帝国をますます従属的な立場へ追い合った。 この条約によって、ロシアは、国会に沿った、オスマン帝国領土を譲り受け、ダーダネルス海峡での商船の航行権を得た上、オスマン帝国内における、ロシア商人の商業特権が強化された。その後1832年のコンスタンティノープル条約で、ギリシャの独立は確認され、ギリシャ独立戦争は終結した。ムハンマド・アリ・エジプトを実質支配し、 ムハンマド・アリー長と言われる世襲支配の礎を築いたギリシャ独立戦争中の EN ・オットマン、エジプシャン・インベージョン・オブ・マニでは協力していたエジプトとオスマン帝国だったがギリシャ独立戦争終結した頃になるとエジプトを実質的に支配していたムハンマド・アリーとエジプトの創始国であったオスマン帝国との間で紛争が発生した。フランスの援助によって 近代的でよく訓練されていたエジプト軍は、オスマン軍を圧倒し、オスマン帝国全域を制圧するかに見えた。この事態に際して、オスマン帝国を従属させる政策を取っていたロシアは、オスマン帝国に同盟を提案した。1833年に、両国間に、ウンキャルスケレッシ条約が結ばれ、ことを約束した。この、ロシアの介入によって1833年に、 オスマン帝国とエジプトとの間に一時的な和訳がなった。しかし、ウンキャルスケレッシ条約は海峡問題として知られる外交問題を発生させた。問題の原因は条約がすべての軍艦の通行を封鎖するとしていたにもかかわらずヨーロッパ各国の多く政治家にロシアの船舶だけは例外と誤解されたためである。イギリスとフランスはこの誤解から ロシアの態度を非難し、ロシアの対等を抑えようとした。しかし両国は目的を果たすための基本姿勢が異なっていた。イギリスはオスマン帝国の保全を望んでいたのに対し、フランスはより有力と思われるムハンマド・アリーがオスマン帝国を統治することを望んでいた。1839年、オスマン帝国とエジプトの間に紛争が再発した。 同年、オスマン帝国のマフムト2世が死去すると、まだ若いアブデュルメジと1世が即位したが、その権力は安定しなかった。このような状況の中、ムハンマド・アリーのエジプト軍は、今度もオスマン帝国の軍隊を圧倒した。これを見て、イギリス・フランス・ロシアは、オスマン帝国の解体を防ぐために一斉に介入したが、それぞれの基本姿勢は異なり、フランスはいまだに、 ムハンマド・アリーを支持する立場にいた。1840年に列強間で妥協が合意され、エジプトは名目的にはオスマン帝国の相続関係に留め置かれたが、エジプト支配をムハマンマド・アリーの世襲とすることが認められた。このまも、海峡問題は解決されていなかった。1841年ロシアがロンドン海峡協定を受け入れたことにより、ウンキャル・スケルシ条約は、 最終的に廃棄された。この協定によってヨーロッパの列強はオスマン帝国が戦争中その同盟国に認める場合を除いて基本的にダーダネルス海峡でのすべての軍艦の通行を禁止するという古い規則に戻された。ロシアのニコライ一世はこの状況から判断しオスマン帝国を従属させる政策を取りやめオスマン帝国分割という従来の方針に復帰した。 1831年以来のエジプトとの紛争で弱体化したオスマン帝国は結果的にロシアに従属する立場ではなくなったが独立国とはとても言えない状態で列強の保護下に置かれたというのが実情だったこの時期のオスマン帝国は様々な内政改革を試みたがかつての栄光を取り戻すことはできず1840年代にはヨーロッパの病人と呼ばれ 帝国の瓦解は避けられないと考えられる状態になった。ドイツ・オーストリア3月革命フランス2月革命に始まった1848年の革命は急速に広がり、翌月には反動体制を支える中心の一つ、オーストリアにまで波及した1848年までのおよそ10年間、東方問題は平穏に推移した。この間、フランスとオーストリアは 自国内の混乱を収集するのに忙しかった。ロシアは東方問題に介入する絶好の機会にあるように思われたが実際にはオーストリアの反革命を支援するために出兵しただけで東方には介入しなかった。ロシアはオーストリア政府を支持することで将来をすまん帝国の領土を分割する機会が訪れた時にオーストリアをはじめとする列強の支持が得られることを 期待していた。オーストリアでの1848年革命がロシアの協力によって鎮圧されると、コッシュートラヨシをはじめとするオーストリアにとっての反逆者たちがオスマン帝国へ次々と亡命した。これに対しオーストリアは亡命者の引き渡しを要求したがオスマン皇帝は要求を拒絶した。憤慨したオーストリアロシアは大使を召喚し、 両国とオスマン帝国の戦争が差し迫る状況になったが、直ちにイギリスとフランスが介入してオスマン帝国に艦隊を送って支援したため、両国は正気を失ったと考えて、要求を撤回した。1850年代に些細な宗教論争によって新たな対立が生じた。18世紀に結ばれた協定によれば、ロシアが オスマン帝国内の聖教徒の保護者であったと同様に、フランスもオスマン帝国内のカトリック教徒を保護する権利を有していた。そのため数年間にわたり、聖誕教会と聖墳墓教会の管理をめぐって、聖教徒とカトリック教徒の間で論争が行われていた。1850年代の初めに、両者はオスマン皇帝に判定を求めた結果、 1853年オスマン皇帝は、政教側の猛烈な反対を押し切って、カトリック教徒側を支持する判定を下した。他方、1852年に独立を宣言した、モンテネグロ公国が新憲法の制定をめぐる、対立からオスマン帝国と改選すると、ここでも、政教徒の保護を名目としたロシア帝国とオスマン、帝国との対立が生じた。 ロシア皇帝ニコライ一世解明と先生の間を揺れ動いたアニミカドアレクサンドル一世に比べるとニコライ一世は反動的、傍聴主義的で典型的な先生皇帝であった。彼の治世下の1853年ロシア軍がオスマン帝国領内へ進軍しクリミア戦争が勃発したニコライ一世はメンシコフ公爵に匿名を与えてオスマン帝国政府へ急破し 最初に帝国内のすべてのキリスト教徒と教会を保護することを約束させる条約を締結した。さらにメンシコーフはロシアがオスマン皇帝のキリスト教徒保護が不十分と判断した際はオスマン帝国に干渉することを認めるという新しい条約を締結しようと試みたがその要求を知ったイギリスの外交官ストラットフォードカニングが巧みな外交を展開し この条約がオスマン帝国の独立を脅かすと説得したことによりオスマン皇帝は条約を拒絶した。メンシュコフの外交交渉が失敗に終わったことを知った。ニコライ一世は聖墳墓協会の問題を持ち出してモルダビアとアラキアに進軍した。ニコライ一世は1848年の革命の鎮圧に協力したのだからロシアが隣接する。 オスマン帝国支配下の2、3の州を併合することにヨーロッパ諸国は反対するまいと考えていた。しかしロシアがモルダビアとアラキアへ派兵するとオスマン帝国の保全を望むイギリスはダーダネルス海峡へ艦隊を派遣した。同海峡はフランスの艦隊によりロシアに封鎖されることなくオスマン帝国に保持されていた。ヨーロッパの勢力は 当時外交的な解決を望んでいたので、イギリス、フランス、オーストリア、プロイセン4国は、ウィーンでロシアとオスマン帝国双方が受容できると思われる妥協案を示した。ロシアはこれを承認したが、オスマン皇帝アブデュルメジト一世は、妥協案の完結すぎる文言が多くの拡大解釈を許容すると考えて拒絶した。4国は、オスマン皇帝の意向を受けて、修正案を提示したが、 今度は、ロシア側からの拒絶にあった。これを受けて、イギリスとフランスは外交交渉を打ち切り、一方、オーストリアとプロイセンは依然として外交努力を継続しようとした。結局、オスマン帝国は、ドナウ川付近で、ロシア軍を攻撃し、両国は交戦した。ロシア軍は、1853年11月30日、シノープの海戦で、 オスマン帝国艦隊を壊滅させると、正解権を握って、補給を確保し、急速に難化した。オスマン帝国艦隊の壊滅とロシアの急拡大は、イギリスとフランスに脅威を抱かせ、フランスは、オスマン帝国を擁護して介入する姿勢を見せた。1854年、イギリスとフランスはロシアにモルダビアとワラキアから退く、要最後通帳を突きつけ、 これが無視された後に戦線を布告した。ニコライ一世は1848年の革命鎮圧に協力した経緯からオーストリアは少なくとも中立を守るだろうと期待していた。しかしオーストリアもロシアの行動を脅威と感じており、ロシア軍の撤退を要求するイギリスとフランスを支持した。ロシアに戦線することはなかったものの、中立を守ることは約束しなかった。 1854年の夏に再び、オーストリアが撤退を要求すると、オーストリアの介入を恐れたロシアは、これに応じて撤退した。セバストポリの陥落英仏両軍の猛攻により、ロシアの国会経営の要衝であった。セバストポリ要塞は陥落したロシアが、ドナウ川付近から兵を退いたので、戦争は、元々の理由を失った。しかし、 オスマン帝国に対するロシアの脅威を取り除き、東方問題を決着させるために、イギリスとフランスは戦争を続行し、ロシアに次の要求を提示した、ドナウ川付近の広告に対する保護権の放棄帝国内の正教徒の保護を理由に、オスマン帝国に介入することの放棄、海峡問題について1841年の条約が再確認されることドナウ川の通行権は、 すべての国に認められることしかし、ニコライ一世はこの4項目を拒否したので、戦争は続行した。ニコライ一世が死ぬと後継したアレクサンドル二世は和平交渉を開始し、講和条約のパリ条約を締結した。パリ条約では4項目の趣旨が厳守され、ドナウ川沿岸の広告に対するロシアの特権は列強に上とされ、国会沿岸には、 オスマン帝国もロシアも一切の海軍施設及び、海事に関わる軍需工場を設けないことが約束された。これにより、オスマン帝国に対するロシアの脅威は大きく減じた。さらに列強により、オスマン帝国の独立及び領土保全を尊重することが約束された。パリ条約の体制は1871年に、フランスとプロイセンが交戦した、不仏戦争まで維持された。 不屈戦争の結果ドイツはプロイセンを中心に強力なドイツ帝国を形成し、フランスは打撃を受け、1852年以来、訂正を敷いていたナポレオン三世は追放されて、現在の共和制となった。イギリスと友好関係を維持したナポレオン三世の知性の間、フランスとロシアとは東方問題をめぐる対立関係にあったが、 パリ条約以降オスマン帝国へのロシアの干渉は重大問題とならなかったこともあり、共和制になったフランスはロシアに接近した。さらにロシアはドイツ帝国のビスマルクの支持も得て、パリ条約における国会の非武装化条項を非難した。イギリスは反対したが、単独ではこのような動きを抑え込むができなかったため、ロシアは国会艦隊を再建することに成功した。 ボスニア・ヘルツェゴビナ・オスマン帝国の影響力が弱まると、この地域は1875年に反乱し、その影響はたちまち、バルカン半島を覆った。ベルリン会議でオーストリアの管理下に置かれ、青年トルコ人革命が起きると混乱に乗じて、オーストリアに併合された。このことが第一次世界大戦の要因となる1875年に、ヘルツェゴビナで、 オスマン帝国に対する反乱が起こった。反乱は、ボスニアとブルガリアに波及したので、これが、バルカン半島全体の戦争にまで発展しないよう、列強は介入する必要があると考えた。当時三帝同盟を結んでいた、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、ロシアの三国は共通の姿勢を取ることを決め、アンドラーシノートという形で方針がまとめられた。この文書は、 南東ヨーロッパにおける大規模な紛争の火種をなくすために、キリスト教徒の宗教的差別をなくすなど様々な改革をオスマイ皇帝に求め、さらに改革を保障するためイスラム教徒とキリスト教徒による合同委員会の設置も求めていた。イギリスとフランスの承認を経て、この文書はオスマン皇帝に提出され、1876年1月31日には、 皇帝の承認を得た。しかし、ヘルツェゴビナの側の指導者は、以前も、オスマン皇帝は改革の約束をしたが、実現しなかったという理由で、この妥協案を拒絶した。三帝同盟の各国代表は、ベルリンで再び会合し、ベルリン覚書を行為した。覚書では、ヘルツェゴビナの指導者を納得させるため、オスマイ皇帝が約束する改革の実施状況を、 国際代表団が監督することを求めていた。しかし、オスマン帝国政府が覚書を受け入れる前に、オスマン帝国内部で、クーデターが起こり、オスマン皇帝アブデュル・アズイズは、廃位された。続く村と五世も、精神作乱が治らずに3ヶ月で退位し、混乱の末アブデュル・ハミと二世が即位した。この間に、ボスニア・ヘルツェゴビナの反乱にセルビアとモンテネグロが、介入し、 すでに1875年に債務不履行に陥っていたオスマン帝国の困窮はここに極まった。1876年の8月には反乱は何とか収束に向かったが、反乱がほとんど鎮圧された頃、オスマン帝国による住民の大虐殺が明らかになり、ヨーロッパに衝撃を与えた。反スラブ主義を掲げるロシアはこの状況を利用して、 オスマン帝国領を活用させるために介入しようと格索した。1876年末から1877年初めにかけてイタリアも加えた列強はコンスタンティノープルで和平案を協議したものの、オスマン皇帝は改革を監督する国際代表団の受け入れが独立を脅かすことを懸念して発布されたばかりのオスマン帝国憲法の条文を盾に 列強の要求を強く拒絶した。これを受けて、1877年4月24日、ロシアはオスマン帝国に宣戦線布告した。オーストリア・ハンガリーはライヒシュタット協定に基づき中立を保持した。イギリスは南アジア方面でのロシアの脅威を危惧していたが、戦争には介入しなかった。孤立したオスマン帝国にロシアは圧勝し、1878年2月、 サンステファノ条約を結んで以下の要求を認めさせ、多額の賠償金を得た、ルーマニア、セルビア、モンテネグロの完全な独立ブルガリアの実質的な、独立ボスニア・ヘルツェゴビナでの改革アルメニア人の、大い東部、アナトリアや、ドブロジャのロシアへの活動ロシアは、新たな独立国に対しても保護権を確保し、南東ヨーロッパでの影響力を増大させた。しかし、 このようなロシアの勢力拡大に対し、イギリスをはじめとする列強は反発し、同年6月、ベルリン会議を開いて、サンステファノ条約を見直し勢力調整を図った。ルーマニア、セルビア、モンテネグロの独立はそのまま承認されたが、その境界は狭められた。ブルガリアは、ロシアの影響力を警戒されて、大きく二つに分割された。ボスニア・ヘルツェゴビナは、 オーストリアの管理下に置かれた。ベルリン会議によって、列強間の利害問題としての東方問題は外交的に一応の決着がつけられた。ベルリン会議この会議の結果、ドイツとロシアの間に過婚が生じた、ベルリン会議以降の19世紀後半、オスマン帝国をめぐる列強の関係は変化した。ロシア皇帝は、ベルリン会議でのサンステファノ条約の修正を、 不服として三帝同盟を脱退し、ビスマルクの巧みな外交によって孤立させられていたフランスと徐々に接近する姿勢を見せた。ドイツはオーストリア・ハンガリーに接近し、1879年に二国間に同盟が結ばれた。またドイツはオスマン帝国に友好的であり、両国は親密な関係を築いた。ドイツはオスマン帝国の軍事と財政の制度改革に、 協力し、その代わりにバグダード鉄道の敷設権と商業上の特権を認められ、帝国内の重要な経済市場に参入した。このような傾向は、以前のオスマン帝国にとって重要な同盟国であったイギリスとドイツをオスマン帝国領内の様々な利権をめぐって対立させることとなった。一方でイギリスは、特にエジプト以南のアフリカ分割問題をめぐって、 対立していたフランスとは徐々に和解し、両者は1904年に英仏協商を結んで、協調関係に入った。ロシアもイギリスに接近し、1907年に両国は英炉協商を結び、英仏炉の三国は三国協商と呼ばれる、協調体制を形成した。1908年、統一とシンポイン委員会が中心となって、先制的なオスマン皇帝アブデュルハミト二世に対する、 青年トルコ人革命が起こった。1909年には、アブデュルハミト2世は、敗位され、メフメト5世が即位したが、彼は憲法に忠実である反面、前提と比べると政治に無頓着な君主であった。様々な改革が行われたが、帝国内では、社会不安や混乱が続いた。サラエボ事件ボスニア危機の際に、セルビア側に不満が残り、これが、 後のテロリズムとなって第一次世界大戦の引き金を引くことになった。青年トルコ人革命後の憲法改正で地方の州に大幅な自治が認められることになった。オーストリア・ハンガリーはベルリン会議以来ボスニア・ヘルツェゴビナを管理下に置いていたが、自治が認められれば二重帝国の支配に批判的なセルビア人がボスニアの州議会を掌握し、 自国の権限が脅かされると危惧した。そこでオーストリアは、ボスニア・ヘルツェゴビナの保護が、同地域に、経済的な安定をもたらすとの主張に基づいて、同地域を併合した。併合は、ボスニア危機と呼ばれる、外交紛争を招いたが、最終的に、オーストリア・ハンガリーが、オスマン側に保証金を支払うことを約束し、ボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリアに併合された。この時、 オーストリアはロシアに対して、ロシア軍艦のダーダネルス海峡通行権が認められるのを支持すると約束し、ロシアの支持を取り付けた。そこでロシアは、オスマン帝国にダーダネルス海峡通行権を請求したが、イギリスとフランスの反対にあって頓挫したため、結局オーストリアの約束はロシアに何の益ももたらさなかった。併合がオスマン帝国に認められた後も、セルビアは、 オーストリア・ハンガリーに頑強に反対した。セルビアはロシアに支援を求めたが、ロシアは日露戦争で敗北を重ねて疲弊していたので、これに応ずることができなかった。ドイツはこの情勢を見て、オーストリア・ハンガリーを支持し、イギリスとフランスは無関心であった。孤立したセルビアは、やむを得ず、ボスニア・ヘルツェゴビナの併合反対を取り下げた。 第二次ウィーン法医1683年オスマン帝国軍による大規模なヨーロッパ遠征。この後争いが16年間続き、1699年にカルロビッツ条約が締結される。オスマン帝国は遠征に失敗して縮小、解体に向かい、それに伴って東方問題が発生するようになる。東方問題の成立時期をいつと定義するかは、 文献によって異なる。東方問題の形成過程には3つの主要な契機があり、このいずれかを起点とする文献が多い。1699年、カルラビッツ条約により、オスマン帝国がヨーロッパ諸国と条約を結ぶ。これ以降オスマン帝国は縮小、解体の時期を迎える。1736年度と戦争により、ヨーロッパの勢力均衡を維持するために、 紛争の当事者以外が東方の問題に介入するという東方問題特有の形式が出現する。1774年旧竹海なる寺条約により、ロシアがオスマン帝国内の正教徒の保護権を得る。ロシアがオスマン帝国に内政干渉して両国の紛争につながり、列強がそれに介入するという東方問題固有の構造が明確となる。 ビスマルク卓越した外交センスでヨーロッパに複雑でそれゆえに安定した外交秩序を構築した。彼はオーストリアとロシアの間で東方問題に関する紛争が起こるのを嫌い公正な仲裁人と称してベルリン会議を開いた。彼はこの会議で列強の利害を巧みに調整した東方問題の中でもギリシャ独立戦争が全ヨーロッパ規模での世論の 歓喜を促したこと及びクリミア戦争がヨーロッパ各国の政治に大きな影響を与えたことは事実である。ただし東方問題がこの時期のヨーロッパ外交においてどこまで中心的な役割を果たしていたかについては一概に決めることができる問題ではない。特に東方問題が比較的安定していた時期には東方問題以外の問題が ヨーロッパ外交の中心に語られることが多い。ここでは参考として、東方問題が比較的安定し、重要性が相対的に低下していたと思われる時期を挙げる、1807年から1815年ナポレオンの時代1840年から1853年、1848年の 初革命前後のヨーロッパ政治の同様期1856年から1871年、クリミア戦争後の安定期1878年から1890年ベルリン会議後、ビスマルク体制の終焉までの安定期をすまん、帝国の歴史を記述するとき、15.16世紀の軍事的成功を伴う拡大期と19世紀の解体期に焦点を当てて記述し、特に解体期を、 東方問題として、ヨーロッパ外交秩序、列強の世界分割や勢力均衡の観点からのみ、捉える見方は、今なお支配的である。一種のオリエンタリズムに基づく、このような歴史観に対し、オスマン帝国を専門とする歴史家の多くが、600年にわたるオスマン帝国の歴史において、オスマン帝国をより主体的に描き、アジアとヨーロッパの接点に位置する。 オスマン帝国を両世界の交流の中に輝いた世界帝国として記述すべきと主張している。コソボの戦いオスマン帝国のバルカン半島進出を決定づけたミドハトパシャオスマン帝国内を自主改革し、タンジマートの成果としてミドハト憲法を起草した。ギルマン、D.C. ペック、H.T. コルビー、カイ、m e イースタイクエスチョン。 ニューインターナショナルエンサイクロペディア6ニューヨークドット、ミード、p 5 9 9以下はウィキペディア英語版記事イースタンクエスチョンの参考文献である。ありがとうございます。